皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回ですね、期待の新商品というか、まさかこれがモデルチェンジするとは思わなかったっていう代物なんですけども、それがね大幅に刷新されましたので、それのご紹介です。うちでね、サイクルトレーラーの定番として、取り扱いさせていただいてもらって、結構これも長くやってるんですよね。バーレートラボーイです。もともとね、そんな不足があるとは僕も思ったことはないんですけど、数少ないウィークポイントと言われるところを、ちょっと新しくしてきたようでございます。でこれがまあウィークポイントと感じる人がほとんどいなかったであろうところなんですけども、ここです。ここの腕の部分ですね、ここが伸縮できるように改良されますっていうね。これがなんでウィークポイントだったかというとですね、特にうちだけなんでしょうけどね、ファットバイクのようなこういう異様にタイヤのでかい車両を使ったときに、ここがですね、どうしても短くて、こことです、タイヤが、わりかし当たっちゃうというようなことが結構起きてました。で、これね、伸縮できるようになりましたので、さらにこうね、大型の車両でも使えるようになりましたし、これご覧いただくと分かりますけど、26の 4.8 が標準装備の、車両でも、こんだけクリアランスが取れてますから、もっともっと安心して物を運べるということになったと思います。でここですね。ここの辺りの、この布の貼り方もね、前はこう回して、こうやってビス止めだった、ビス止めっていうか、リベット打ちでしたけども、ここのところがより洗練された形になってきて、ここに荷物を積んだ時にね、タイヤに当たっちゃうっていうのがあったんですけども、それも解消されるような形になってます。で、全体的にフレームがね、なんか湾曲がすごくスムーズになって、溶接のね、技量が上がったんじゃないかと思いますね。で、重量物乗せた時に壊れやすかったここの一本、前はね一本ピョンとこう出て、それで支えてたんですけども、これがこう U の字に変わりまして、さらに、安定して立つようになりましたという風になってます。これがもう一つ進化のポイントですけど、いわゆるヒッチですね。これは旧型はこんな感じになってますけども、このヒッチがクイックリリースで付け外しができるようになりまして、今まではね、自転車複数台持ってる人は、もうヒッチをね、それなりに買って、自転車に付けましょうと。いうようなことをしとったんですけども、これワンタッチで付け外しができるようになりましたので、ヒッチ買わなくてもね、いろいろできますよというところも、なかなか素敵な進化じゃないかと思います。で、これはちょっと評価が分かれるところだと思いますけども、従来はですね、トラボーイ畳んで入れられる袋、それをここにこういうふうに取り付けて、荷物を運ぶときの収納袋として使いましょうというような、取り組みがあったんですけども、今回からですね、それがどうやらなくなったようです。この状態でね、袋使えるようにして物を入れちゃうと、横にこう広がってタイヤ吸って袋が破けるとかいうことがありましたので、袋にね、これを入れて、これを入れた上で、ゴム紐とか、そういうのできちんと、固定しなさいと。そっちの方が、走行中安定しますよということなんじゃないかなというふうに思いました。それはまあね、その人の使い方にね、よりますから、何が正しいかというのは分かりませんけども、まあ一応ね、トラブルを避けるという観点からいくと、まあ正常進化と言っていいんじゃないかなと思います。で、まあ作りの確かさとか、タイヤですね。これも前よりもね、ちょっとグレードの高いタイヤが使われているようですので、もちろんね、冬、うちがね、ご案内してます、トラボーイね、もう、ファットバイクにつけて冬走るとか、これね、これを単体で外して、カートとして使いましょうと。そうすれば、自動車なくてもね、大きな買い物できますよみたいな話をよくしてますけども、その使い方に関してはね、ますます使いやすくなりましたし、これね、どん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 、このね、トレーラーを使って、荷物をたくさん運びますと。で、自動車に頼らない生活ができるようになりましたというような人がもっともっと増えてほしいなと思います。